インストールシールドは、ビレッシュ・バティアとリック・ハロルドが設立した企業。2004年にマクロビジョンに買収された。上記の企業が開発した、インストーラー、またはソフトウェアパッケージを生成するソフトウェア。ここでは後者について説明する。当初の名称はインストールシールド。開発元が、マクロビジョンに買収された2004年、同社のソフトウェアブランドである。 フレックスネットを関してフレックスネットインストールシールドとして提供された。2008年4月に同社のソフトウェア部門がアクレッソソフトウェアとして独立し、名称もインストールシールドに戻して開発が行われている。Windows 版のインストールシールドは主に MSI と独自のスクリプト言語であるインストールスクリプトのいずれかを用いた Windows インストーラ形式の インストーラインストールスクリプトを用いてイベントベースのスクリプトまたはセットアップエグゼの実行可能なファイルを生成する独自のインストーラの2種類のインストーラを作成できる。オリジナル製品の各種バージョンの変遷は以下の通り。マイクロソフトビジュアルスタジオ2012以降には無償版のリミテッドエディションを用いたインストーラのプロジェクトテンプレートが同梱されている。 使用を開始するには、ユーザー登録とインストールシールドのインストール及びアクティベーションが必要となる。ビジュアルスタジオコミュニティエディションはサポートされていない。Windows 10では Windows x p の頃に各社のパッケージソフトウェア製品のインストーラとして採用されていたインストールシールド3やインストールシールド5でパッケージされたインストーラからのインストールができないように 使用変更された。このため、例えば Windows 95、98、ME、2000、XP、Vista などでは正常にインストールできていたゲームなどの製品でも Windows 10ではインストーラが起動しないという事態が発生することがある。このためのバイパス用インストーラとして Windows 5換のオープンソース OS として開発されているリアクトス用に3 2ビットコードに 書き換えた汎用インストーラが姉さんラインバックによって開発され、オンラインで無償配布されている。ありがとうございます。